テレンス・クリストファー・ブロックは、アメリカ合衆国フロリダ州出身のプロ野球選手。ライマン高校から、フロリダ州立大学へ進学。1992年の MLB ドラフト12巡目で、アトランタ・ブレーブスに入団。1997年6月11日、メジャーデビュー。その後は、サンフランシスコ・ジャイアンツ、フィラデルフィア・フィリーズ、ボルチモア・オリオールズでプレーした。 2003年、広島東洋カープに入団。打者の手元で微妙に変化する球を駆使し、先発として発勝を挙げたが、一方で、リーグ最多の旧ヨシや1973年の、江本武則の記録を30年ぶり更新となる、当時シーズン最多日本記録の11ボークなど、課題も残した。広島に残留して迎えた2004年、春季キャンプ中に、 右肩の故障により検査のため帰国。状態がかんばしくなかったため、当番のないまま退団した。2005年から復帰し、2007年は独立リーグのアトランティックリーグに加盟するランカスター、バーンストーマーズでプレーした。最速時速 150km を越す手元で微妙に変化するストレートとスライダーカーブなどを投げる。ピッチャーにしてはパワーがあり、2003年の 広島在籍時には44打数14安打で打率318日本塁が62塁打を記録し打者としての高い能力を見せた7月10日の阪神戦では9回裏に大打起用されジェフ・ウィリアムスから支給を受けたまた9月4日の阪神戦では3投も記録するなど投手以外の成績で目立ったところを見せている 2号ホームランは9月17日の甲子園での阪神戦で2-1でリードの5回表にトレームーアから打ったソロ本塁打。その試合は3から2で広島が勝ち、投球でも7回に失点で日本で最後となる8勝目を挙げた。9回出来事の G8 月5日、日本は細かすぎる。広島のスケット右腕が週刊ベースボール。 2019年8月5日閲覧、ありがとうございます。